ジェイ先輩です。ノクターン。ジェイコだよ、ノクターン。二段ジャンプができるようになりましたね。しかも月下と同じ飛翔石だったのが嬉しかった。ほんとね。で、今まで行けなかったところにも行けると思うので、この山脈とか監獄島とか、林道なんかも見てみようかなと思ってます。いいね。なので新エリアはまだお待ちください。今回は再探索で終わると思います。まずは林道のここ。あ、待てよ。踏まないと届かないか。そうだね。いくら二段ジャンプでも届かない場所もあるよな。それにここの右の壁の中もまだ行けないし。何かしらの能力が必要だよね。まあいずれ手に入れると思うので今のところは放置で。じゃあ次は山脈に行ってみましょうか。途中で右に行けそうで届かなかった場所があります。やけにすぐ終わったなと思いましたが、多分ここからが広いんじゃないかな、と予想します。あっさり行けたねー。雲は触れるだけで毒になる要注意モンスターです。この辺多いので慎重に行きますね。でも一発で倒せるようになったのは大きいね。非常に楽です。何もないしいない。うお、びっくりした。カカシ。スケアクローも月下からだね。まさか村正を落とす。わけではなかったか。何も持ってないみたい。嬉しいようながっかりのような。やけにカラスが多いね。くっそー、異様に翻弄されてる。下にいると岩に惹かれそうになるから、まあそこは後で埋めればいいか。なんか行けるところが多いなー。ひとまずまっすぐ行ってみますか。雲がこっちに来れない。骨柱に邪魔されてますねー。むしろこのまま雲を倒した方がいいのでは。それが安全だね。おいおい、その代わり燃やされまくった。フレイムデイモン、もう？え、めっちゃいろいろ持ってるよ。では二つにグリフまで。これはマラソン対象になりますなー。行っちゃった。相変わらず打撃と光に弱い敵が多いから、この組み合わせがいいな。あれ、何もない。実はお宝が隠されていると思いますが、まあ気づくのはまたこれも後ですね。ヒパカブラ。まさか山のてっぺんにいるとは。むしろ水辺にいるイメージだったけどな。そうだね。うわ、ダメージ低。ちょっと HP に不安がありますし、一旦スルーしますか。そろそろセーブかワープを。あ。出口の方が嬉しいね。確かに。すげえ。新聞記者か。
雑誌だね。それは本当に悪いぞ。ダメダメ、許せません。やめてお構いなしに書くのね。おい、やめろ。もう遅い。絶対シャノアは有名になりたいタイプじゃないですよね。むしろこれからの活動に支障が出そう。そうだね。ここか。なんかいいネタねえかな。もう書いたのか。師匠がやってくれたのかもね。師匠がないように。なんだと、なんていかがわしい。そういう意味じゃないと思う。え、そうなの。あ、そっち。今会ってきたばかりですよ。すぐ近くにいたのにね。っていうか、キャなら自分で取ってきてよ。また頼むぜ。いや、グリフなわけないか。ここから直接使うんだな。枠の真ん中に入れればいいの。多分。っていうか、右上の図鑑にちょうどチュパカブラがいるけど、その写真じゃダメ。イエイ。あくまでシャノアしか見てないから。またた、あ、適当に撮ってもダメなのか。クエスト対象じゃないといけないのかも。じゃあ激写しますよ。これじゃダメと。やはり枠の中か。待って、結構食らったな。ダメ。ちょっと高さだね。これでどう？いったー、けどいったー。もしかしてめっちゃ強いの？来ないでー。そういえば図鑑の番号も後半でしたし、強いのかも。通りでクエストの対象になるわけですよ。イエイ。6000。こいつはスクープだ。なんかいいネタねえかな。また頼むぜ。ジャージーデビル。見てみましたが、まだ出会ってませんでした。よし。まだ山脈は続いてますね。思った以上に広かったんだね。サクッと再探索して新エリアに行こうかと思ってたけど、やっぱり今回はいけないかもな。おっと、こういうのが怖いんだ。蒼月の時のタンジェリーを思い出すね。あの時もむやみに降りていくのが怖かったですよね。大丈夫か。輝きよ。そういえば星1のグリフって、もしかして呪文かな。ああ、詠唱中に吸うやつね。多分。やっぱり。いただきます。やっと炎が来たね。これこれー。光に弱い敵が多いけど炎も多いんだよな。炎。お、このタイプか。
ただフレイムデーモンには効かないな。斬撃と悩むところだけど、まあ打撃の方がやや安定しているか。本当は B や C に切り替えながら戦えばいいのでしょうけど、まだとっさにできません。よほどダメージが通らないならやるんですけどね。そこそこならまあいいかってなっちゃいます。輝きよ。久々の出番。もっとあると思ってた。何かあるね。なるほど。風に押されるから吸収できないってことか。多分ギリギリカラスはないと間に合わないんじゃないかな。行くのが難しいね。かといってキルクルスで飛ぶと調整が難しいです。だいぶ苦労しましたが、上の磁石からうまく飛ぶとギリギリに着地できました。ほんとギリギリ。他にやり方はあったのかな。例えば体が重くなって飛ばされないグリフとか、そういうのがあれば楽に取れたりして。なるほどね。シュッ。え、かわいい。シュッ。ヒュー。はっ。むう、もういいや。ナイトメアが多いね。馬の毛を持っているならこの辺でマラソンするのがいいかな。輝きよ、トン。輝きよ、輝きよ、輝きよ。いやー、これ大変だぞ。もっと強くなって一撃で倒せるくらいになってからの方が楽かな。そうかもねえ。ここから登りか。今一瞬違和感を覚えた人がいたら優秀ですね。私は全く気づきませんでした。まあそれもいずれわかりますのでお待ちくださいね。また壁のやつ。このマスクで通れるわけないか。物理に強くなるか。まあ今のところこれがいいかな。ここから通ることでマップも埋まるのでしょう。ってことは山脈はほぼ終わったかな。そうね、あとは壁を通るかどうかかも。ここだもんな。岩に引かれてもそこまでのダメージではなかった。よし、はい。これで 8%。 なんなのこの人を。まあそうですけど。ありがとうよ。よう、来たかい。
じゃあ信用しているってことじゃないか。もしかしてツンデレなの？どっちなんだろうね。他がいい人たちばかりだから、どうしても嫌味に聞こえてしまうな。ベントス！ヒュ！ベントス！ベントス！わざわざ当てるように。ヒュ！気のせいです。信用してください。入っちゃった。イグニス。お。イグニス。これかっこいいね。いいな。いらっしゃい。ハート消費じゃなければもっと使うのにな。お金を考えるとね。自らを痛めつけたりして安定に稼げるようになれば、遠慮せず使うこともできそうですが。まあもうしばらくは使ってもボス戦だけとかになりそうかな。そこは申し訳ないです。売ってたね。お。お題が当たりません。お題が当たりません。ゲーゴスがいれば踏み続けるけどね。HD でやってた気もするね。普通にこれだな。ありがとうございました。読めないんだ。買う前から読めてた。おいおい、買う必要ないじゃないの。それじゃここも中央まで行くのは大変ですが、ワープを使えば多少楽かな。もうこの辺の敵も楽に倒せるようになってます。再探索すると強くなったことを実感できるよね。嬉しいですよね。ほう、こんなところにもいましたか。はっ！え、めっちゃ弱くなる。その代わり吹き飛びにくくなると。ふっ。僕っ子か。ちょっと違うけど。潰すことにかけては一流ってこと。どういうことなの。炎。この辺はルミナーレよりもイグニスの方がいい感じ。炎。普通当たればさらに強いですしね。ここは曲がお気に入りなので何度も来たくなります。よく覚えてたね。忘れないうちにこれを取っておきたかった。これでもまだ 100% じゃないの。宝箱のせいかと思ってたけど多分増えてないな。さらに運が上がるね。これもステータスが減る代わりに運だけが上がるのか。まあ運を重視したいしいいかな。これもあったねー。この奥のことかな。全部一気に消せば開くのだろうか。例えば合成陰術ならできる。え、何かあった？まさかグリフがあったとは。ああ、惜しい。ギリギリだね。いけそうでいけないな。ダメか。もっと良さそうなものを見つけたらまた来よう。ハートが足りないし一旦終わり。ちなみにこれは乗れました。ちょうどハート。
見逃している部屋はない気がするけどな。マップが埋まらないのはなぜでしょう。まあそれもいずれかな。どんなもんでも調理してみせるぜ。はあ、塩を持ってない料理人なんているの。入れない人はいたみたい。どういう人なんだ。そうかもだけど、なんか腹立つな。でも悪い人じゃなさそう。いらっしゃい。コーンスープ。料理は心。なんつってな。どんなもんでも調理してみせるぜ。普通の料理でいいですから。食べたことないの？イメージだけなんだね。毎度。でも作ってあげたいという心はあるんだよな。こだわりがない。どうして料理人をやっているんだろう。なんだかんだでくせ者が多い村だな。そういう人が集まってきた感じはあるよね。この子だけは見守ってあげたくなる。かわいいよね。よし、それじゃ思ったより時間かかったけど、次回は新エリアに行く、と見せかけて、マラソンをしようかなと思います。お楽しみに、ノクターン。また見てくれたら嬉しいな、ノクターン。